まずはお昼を食べに行きます。こちらはたぬき工事商店街、140年を超える老舗の商店街を通り、札幌のご当地グルメスープカレーを食べに行きます。到着しました。イエローというお店に来ました。早速入っていきたいと思います。入って左手に DJ ブース、おしゃれでかっこいい店内。早速メニューを見ていきます。注文方法は3ステップ。まずは食べたいカレーを選びます。その後に辛さとライスの量を選びます。最後にお好みでトッピングやドリンクをセットで付けます。どれにしようか迷う。来ました。私が注文したのは一番人気のチキン野菜カリー。野菜がゴロゴロ入っててとっても美味しそう。スープが黄色い。これが店名イエローの由来なんですね。それでは早速食べていきたいと思います。優しいけど骨付きチキンもホロホロ。素揚げされたブロッコリー、行ってみます。このスープカレー、豚骨に鶏ガラ、香味野菜を高圧鍋で抽出し、そこに魚介だしや13種類のスパイスを加えて作っているそう。乳製品は一切入っていないそうなんですが、このスープの色と濃厚ミルキー感、すごいです。表面に焦げ目のついたかぼちゃ。後半はライスにレモンを絞って爽やかに味変。最後の一滴まで最高に美味しかった。体も温まってきたので、お次は二条市場に来てみました。カニ、わ、カニだ。そのすぐそばにはホタテにホッキ、カキが所狭しと並んでます。海鮮のお店も発見。タラバガニ、迫力ある。ストーブの上にカニ乗っかってる。奥の方まで行くと市場の入り口がありました。中に入ってみようと思います。おお、いい雰囲気ですね。この場ですぐにカキやホタテを食べれるお店もありました。お昼過ぎに行ったけど、まだまだ賑わってて楽しかった。地下に降りてきました。札幌は地下道でつながっている場所が多いので、寒い冬には本当ありがたい。体も冷えてきたので、北海道で人気のカフェチェーン森彦に行きたいと思います。森彦は自家焙煎のコーヒーが人気のカフェで、札幌と旭川に14店舗もお店を構えているそうです。こちらの店舗は森彦芸術劇場。さすがこだわりのコーヒー店だけあって、種類がたくさん。そして値段にも驚き。コーヒーが来ました。注文したコーヒーと一緒にカードがついてきました。このカードの裏にはコーヒー豆についての解説が書かれていました。豆の特徴を意識しながら飲むなんて、コーヒータイムが充実。それでは飲んでみたいと思います。バランスの良い苦味と酸味、そして鼻に抜ける香り、最高です。上を見上げると高い天井とアーチ状に連なったランプ。ああ、なんて優雅なの。こちらもおしゃれですね。早速食べていきたいと思います。しっとりほろほろ、美味しそう。思わず見上げてしまう美味しさ。甘すぎず重すぎないので、ご飯の後でもペロッと食べれてしまいました。もちろんコーヒーとの相性も抜群。オリジナルのコーヒーカップや豆も売っていました。森彦は店舗ごとにコンセプトが異なっているそうで、店内の雰囲気やメニューが一つ一つ違うんだって。他の店舗も行ってみたいな。お次は札幌のシンボル、時計台へ向かいます。少年よ、大使を抱けで有名なクラーク博士の提案により建設され、130年以上毎時間鐘の音を響かせているんだそう。この時計、重りで動いていて電気を一切使っていないんだって。驚き。入り口に大きな雪だるま、テンション上がる。端の方にスマホ撮影台がありました。こちらにスマホを設置して向かいの台に登ります。すると一番ベストなショットを撮ることができます。これは嬉しいですね。中は資料館になっており、
時計台の歴史について学ぶことができました。今回のメインイベント雪まつりへ向かいます。コロナの影響によりリアルでの開催は3年ぶりだそう。雪まつりが開催される大通公園は東西に約 1.5 キロ伸びる大きな公園、その1から10丁目エリアを利用して雪道やイベントが行われているんだって。1丁目には札幌のシンボル、テレビ塔がドーン。その下ではカーリング体験ができたり、様々な出店がありました。と、ちょっとその前に札幌で知らない人はいないパン屋さん、どんぐりに来ました。こちらにはちくわパンという B 級グルメがあるんだそう。どんぐりが発祥のパンで、創業当初から愛されているパンなんだって。ゲットしました。ボリュームのあるパンがたくさんあったり、ザンギ、北海道の唐揚げがあったり、甘い系の美味しそうなパンもたくさんあった。すぐ隣のイートインコーナーでちくわパン食べてみようと思います。パンの中のちくわの中のツナ、いただきます。ツナ入ってて美味しい。ツナにもしっかり味がついていて、異色の組み合わせだって思ったけど、とっても美味しかった。お腹に余裕があれば他のパンも食べたかったな。パン屋さんの近くでこんなものを見つけました。北海道トウキビ茶。すごい、コーンの味がする。お茶なんだけど、コーンポタージュのあのコーンの感じ。北海道限定で、水や原材料も北海道産、北海道が詰まったお茶でした。雪まつりへ戻ってきました。2丁目会場は高校生の雪道コンテスト。こちらが優勝作品。すごい、かわいい。そしてその奥にすごい人だかり。札幌の会社で生まれた初音ミク、その中雪道がありました。3丁目会場は市民雪道、有志で参加されている方々の雪道が並んでいます。思い思いの雪道を作るので、いろんな雪道があって面白い。アニメ関係が多いですね。今日は雪まつり初日、すごいにぎわい。猫バス、すごい。大谷選手、めっちゃクオリティ高い。今日の気温は0度、寒い。信号は止まっていて、公園と公園をつなぐ道路は歩行者天国になってました。4丁目会場、こちらには北海道むかわ町で発見された恐竜、カムイサウルスジャポニクスとティラノサウルスの外雪像。歯の一本一本や背中の鱗の感じ、すごいリアル。めっちゃでっかーい。わ、透明な箱の中でエレクトーンを演奏してる。時間ごとに様々な方が演奏されているみたい。オフィシャルショップにはすごい人。5丁目会場、疾走するサラブレッドの大雪像。人と比べてこのサイズ、圧倒される。6丁目会場、なんだか楽しそうなとこ発見。かわいい雪だるまや革製品、地元で人気のスープカレーやラーメンが売ってました。7丁目、こちらはアニメゾーン。細かくて上手。専用ブースもありました。消毒ルームもあります。こちらはナイチンゲールの偉業をしのぶエンブリー層。医療従事者への感謝の気持ちからこの雪道が作られたんだそう。窓の一つ一つまで本当に細かい。8丁目、こちらでは開会式が行われていたみたい。9丁目、こちらも市民雪道。クオリティの高いのもたくさんあるんだけど、その他にも面白いもの、マニアックなものもあって、いつまででも見てられる。最後10丁目、日本ハムの新球場エスコンフィールド北海道と新庄監督の大雪像。新庄監督似てますね。雪まつり見応えあって楽しかった。大通りから鈴木の方面へ移動していきます。地下道にはいろんなお店が入っていて楽しい。歩いてたら北海道限定のシマエナガドーナツ見つけました。かわいい。すすきの駅に到着しました。すすきので狙うは老舗のジンギスカン屋さん。1954年創業のだるま。日も沈んできてネオンが眩しくなってきました。だるまにはいくつか支店があるのですが、こちらの 5.5 店を横目に本店へ向かいたいと思います。
到着したのはオープン時間の17時ちょうど。すでに15名ほどの方が並んでました。食べログの食いしん坊百選に選ばれてるんだって。作戦変更して高点5点に並ぶことにしました。こちらは本店の2倍の席数があるとのこと。17時ちょっと過ぎに並んで席につけたのが18時、席に着いたら店員さんがすぐに玉ねぎをドーンと乗せてくれました。そしてお肉も到着。まずは鉄鍋に油を塗ってお肉を焼いていきます。めちゃくちゃ美味しそう。この肉の焼ける音たまらないですよね。裏返してみます。焼けました。自家製のタレにつけて失礼します。めちゃくちゃ美味しい。臭みもなくてめちゃくちゃ柔らかい。あっさりで少し酸味の効いたタレとご飯、最高すぎる。お次は上肉、油を楽しむお肉です。店員さんが薬味を入れると美味しいと勧めてくれたので、お肉が焼ける間にニンニクと唐辛子を入れてみます。そうこうしてる間にいい感じ。タレにつけていってきます。油がじゅわー、お口の中で溶ける。さっき足した薬味でコクが深くなってる。すぐさまライス、こりゃたまらん。肉の油を吸い込んだ玉ねぎ、早く食べたい。最後は1頭から数百グラムしか取れないヒレ肉、先ほどとは違い脂身が少ないです。いい感じに焼けてきました。一体どんなお味なんでしょうか。めちゃくちゃ柔らかい、美味しすぎる。そして玉ねぎ、肉の旨味を吸い込んだ玉ねぎ、やばすぎる。鉄板の下は七輪が隠れていました。排煙システムやロッカーもあるけど、どうしても服に匂いはつくからそこは要注意。あ、向こうに有名な日課おじさんの看板。すすきのといえばこのイメージですよね。2019年に LED 照明に変更されて環境に優しいおじさんへ進化したんだって。わ、この雪道で自転車、つわもの。お次に向かっているのは締めのラーメンならぬ締めパフェ。札幌発祥の食文化で食事や飲み会の後の定番なんだって。ありました、おしゃれなパフェの写真。期待が高まります。早速行ってみましょう。店内は和モダンで大人の雰囲気、おしゃれなバーみたいですね。壁には七かまどの木とキツツキが描かれています。紙ナプキンにもキツツキが。パフェと一緒にカードをもらいました。お品書きのようにパフェの構成が並んでます。そしてパフェがこちら。これはもう芸術。冬の雪原に横たわる大木、与謝野村の俳句に着想を得て作られたパフェだそう。もったいないけどいただきます。レアチーズとその下にスポンジケーキ、上品な甘さ。二口目は甘酸っぱい柑橘と一緒に。美味しすぎる。金柑のジュレや大吟醸のジェラートなど食べ進めるといろんな味が出てきて、一口一口に感動。お値段高かったけど、その値段を超えてくる美味しさと満足度だった。とっても楽しかった札幌、ありがとう。はあ、口熱。